マインハルトは、チロル伯、ゲルツ伯、ケルン天皇ン。父は、チロル・ゲルツ伯マインハルト一世。母は、チロル伯アルブレヒト三世の娘アーデルハイト。ゲルツ伯アルブレヒト一世の二位。1258年の父の死後、弟のアルブレヒトと共にチロルとゲルツを、統治していたが、1271年に領土を分割、チロルを単独統治することになった。 チロル博はブリクセン司教とトリエント司教の進化だったが、マインハルトは両者からイン側の領土をいくつか買収、クローシュ銀貨を発行して事実上の独立を果たした。神聖ローマ皇帝ルドルフ一世とボヘミア王をたかる二世との争いでは、ケルンテン公国を与えることを約束したルドルフ一世に味方し、1286年にケルンテン公国及びイストリア半島のカルニオラ、 広告を受け取った。この相続に際して家計が断絶した場合は、領土はハプスブルク家に帰属することを約束、後にチロル領有の口実となった。1295年に死去、医療は3人の息子が共同統治した。1258年、バイエルン公圏ライン宮中白夫2世の娘、エリーザベトと結婚した。 エリーザベトは神聖ローマ皇帝コンラート4世の未亡人であり、コンラディーノの母でもあった。夫妻は6人の子を設けた。エリーザベト1274年に、ローマ王アルブレヒト1世と結婚夫を3世、ケルンテンコ、アルブレヒトルートビヒケルンテンコハインリヒ6世、ケルンテンコ、ボヘミア王、アグネス1286年に、 マイセン編強迫フリードリヒ一ー世ーと結婚。ありがとうございます。